どんなことがあっても普通に育ててくださいと。そして2000年4月3日、僕は地球に誕生した。アメリカでわからなかった僕のミッションが見つかった。僕のミッションはこれだ。みんなが笑っている世界を作りたい。どのような境遇にあっても。一番好きな時間は何時ですか？カルコ先生。踊ってる時間？踊ってる時間。人生。人生。人生。いや、ちょっと待った。それ見とこうもんだ。そう。深いよね。深いの好き。ね、好きな本は？文字もあった方がいいですか？あった方がいい。本が好きなんだ。本が好き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 なんだ。何系が好き？ヘルメス。ヘルメス。ギリシャ。あ、ギリシャの。そう。ミッションのために。特別仕様の体を持ってきたらしい。母のお腹に入る前に母の夢の中に挨拶に行った。どんなことがあっても普通に育ててくださいと。母は僕が障害を持ってくることに気がつき、まさかと言ったが、そこはごまかして逃げてきた。そして2000年4月3日、僕は地球に誕生した。ギリシャ。本が好きなんだ。ギリシャの本が好き。世界遺産の本とか読んでるよね。あ、好きなんだ。好きなんだ。宇宙行ったら何の星がいい？どこの星に行きたい？世界遺産。そう。どこの星に行きたい？不思議発見で。それ不思議発見でやってた星に行きたい。ああ。星、どこの星が？不思議発見でやってたよ。なんか。そう。何だろう。どこの星ってわかる？自分が生まれた星？そう。まだどこだかわからない。生まれた。どんな星だったの？奥さんって知ってる？あ、それはちょっとずれたと話して。どんな星だった？星の王子様。小さい星？大きい星？大きい星だった？大きい星だった。優しい星だった？星だった。あと楽しかったことは、あの動物とかいる？動物いる？いる。どんな動物？羊とか？ヘルメス何？ヘルメスって知ってる？ヘルメス？それはあれでしょ？ギリシャの。ギリシャってあれでしょ？あ、それギリシャのね、神話だね。そう、ギリシャのあれ。ギリシャになっちゃったね。